こんにちは。即歌塾の久保です、えー。今回はですね、あのー、参政党を応援する私の立場から、ちょっとがっかりしたことなんですけども、ちょっとお伝えしたいと思うんですね。今、ツイッターの方で、 立花、えーまあ、隆さんからね、はっきり言うわって感じで、はっきりとお言命されたことがあるんですが、それに対してね、それに対して言うというよりも、その元となった神谷さんのツイートです。浦和駅でも1000人を超える聴衆が集ままってくれましたこれはね、本当に単純にすごいことだと思いますし、1000名の前で演説ができれば、すごくね、やりがいもあると思いますし、高揚感あると思うんですよ。でも、100万票を取るために1000人っていうのは、あまりにも少ないっていうのは確かにそうだなと思いました。で、がっかりしたのが、応援する立場で てがっかりするのが、これなんですよ、N 国党の立花さんから対談の申し込みがありましたが、わざわざ向こうの話題作りに付き合うほどお人椅じゃないのでお断りしましたってあるじゃないですか、いやこうじゃないんですよあの、対談の申し込みがあって、神、あのー、谷さんが立花さんの言論を材料にしてね、こ,のこっちの参政党の話題作りにできるぐらい、弁舌で長けてればいいわけですよで、そもそも N 国党なんてね、国政政党とは言ってもちっちゃい政党ですよ。 いやここを避けて、一体この国に何をしようとしているのかってことなんですよ。うん、やっぱりこう、挑むべき相手ってのはもっともっと強大で、ずる賢くって、資金も持ってるわけじゃないですか。その、まあ、の灯火とも言えるね、あの、えー、NHK 党ですよ。それに比べたら。で、ここをビビってる限りは、賛成党に先はないんですよね。私が応援したいときに、こういうときによし。 あの、受けて立つでっていう風に、やっぱり大和魂をね、見せて欲しかったなと思うところで、要するに、この賛成党ってのは、 参政党だけで活動するときはものすごく魅力的なんですよ。でも、何か他の勢力と関わったときがあまりにもちょっと弱腰しすぎて、一体誰と戦ってくれるのかなって思うことと、何から私たちを守ってくれるのかなってことに、もう見るたびに不安を覚えちゃうんですよね。まあそういう意味なんですよ。私は応援してるからこそがっかりしてるわけなんですよ。応援してるからこそね。非常に魅力的で、その演説を聞いても感動するものばかりだったんですよ。うん。でも、ちょっと残念ながら肝心なときに日和というかね、 うん国民を守ってくれる人たちじゃないなっていうふうに私は感じたんで、えちょっと参政党の方に投じる票がなくなってしまったってことなんですよ。うんやっぱりね、うん私たちは戦うこととチャンスって同義語だと思うんですけども、戦いを避けて解決する問題っていうのはねあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。特に言論で。 動かそうとしているわけじゃないですか、政治家っていうのは。言論で人々を動かそうとしている中に、その人々の中に、この NHK 党もあるわけですよ。それが立場の高さん一人を避けているようではね、なんとも頼りない。なんとも。おこれはね、だから、賛成党さんを応援している方はいろんな思いがあると思いますけども、私も応援者として、 応援するところがなくなくってるんですよねこういうふうにいや身内のサークルだったらいいんですけども、うん、やっぱり自分の命とかね財産を預けようとしてる人を選ぶ時にあの私利私欲じゃなくやっぱ誰に対しても戦いを挑んでくれるもしくはどんなものが攻めてきても立ちはだかってくれるような強さと正義感っていうのは求めたいところなんですけどもねそのまとめて言うと N 国党なんかにひよらないでほしいんです賛成とでもひよっちゃってるんですよね 黒川厚彦さん一人にひよってるんですよ。何やってるんですかと。今までの勢いはどうしたんですかってことなんですよ。ずっとファンだったんですけどもね。これからも三世党は好きなところが多いんで見ていきたいんですけども、重要な一票を投じるかっていうと、その日っていうのは、まあ近くにはないかなと思います。もっともっと魅力的で、あの、勢いのある、そして逃げも隠れもしない、綺麗な人っていうのはいるんでね。ちょっと、 賛成党に関しては魅力を感じる部分が多いんですけどもそれが私の一票を動かす想像にはなかったなっていうのが今回の感想ですね。はい、以上です。